今日はこの iPhone から YouTube に動画を投稿する方法をお見せします。おはようございます。自分放送局開局請負人の桜木です。まずカメラ、ビデオカメラにします。こういう状態ですね、はい、おはようございます。自分放送局開局請負人の桜木です。今日は普段使っているカメラ、どんなものかお見せしたいと思います。こういう状態で撮影をしています。ウェブカメラとモニターです。これ鏡でもいいと思います。はい、こんな感じの環境で撮影をしていました。以上、自分放送局開局請負人桜木がお届けしました。という感じに撮影をします。これを YouTube にアップするには、この YouTube キャプチャーを立ち上げます。はい、そしたら、はい、今撮影になってますけども、こちらを押して、はい、今までのビデオが出てきます。この一番上が一番最後に撮ったビデオなので、ここをクリック、はい、ここを再生してみます。おはようございます。自分放送局開局請負人の桜木です。今日は普段使っているカメラ、どんなものかお見せしたいと思います。こういう状態で撮影をします。そしたらこの矢印のボタンですね、これを押します。はい、ここにタイトルとかいろいろ入れるんですが、今ちょっと始めちゃったので、はい、今 100% と出たので、これで動画は向こうに上がったはずです。じゃあちょっと YouTube を見てみましょう。動画の管理を確認してみます。今編集中になっていますね。これを編集にします。今真ん中の絵がここに出てるんですけども、これ何も映ってないので、この見えるところにして、はい、適当なタイトルをつけます。です。はい、ここにタイトルと説明文を入れて、今ここで限定公開となっているものを公開にして、この公開を押せば完成でございます。たったこれだけで YouTube に動画を上げることができるので、 YouTube 難しいんじゃないかなと思っている方、挑戦してみてください。以上、自分放送局開局請負人桜木がお届けしました。今度こそもっと余裕思ってやろうと思っているのに、ギリギリになる。余裕を持ってやろうと思っているのに、ギリギリになる。それを繰り返す。こういうことってあるよね。